アンパッキング書くの遅すぎん。プリンセスです。今回は、アンパッキング第7回目からやっていきたいと思います。前回がですね、このレンガの部屋に住んでたんですけど、今回もなんとこのレンガの部屋ということ、家ということでやっていきたいと思います。同じ部屋ということで、なんかね、家具の配置とかもね、ちょっとね、変わってて、ただ俺の置いたものがベースになってるっていう感じなんですけど、今回やっていきたいと思います。いやね、もう一個ちょっと言わせてほしいことがあって、タイトルに俺8回引っ越すって書いてあるの。なんかタイトル詐欺みたいになんないかな。8回で多分このアンパッキングの動画終わりなんですよね。パート8で。なんだけど1日でもさ、しない時があるんだったら、それって7回になるじゃん、引っ越しが。だから俺タイトル詐欺になっちゃうから、多分するよね。8回は、あれするんだよね。まあやっていこうか、とりあえず。でも荷物もあるんだよね。ちょくちょく。ああ、結構あるっぽいな。草系もね、あ、ここに置いたものがね、ずっとほら置いてあったりして、で、テレビとか出てきてんだよね。なんでこの配置にしようとした？キーボードとテレビ。なんでこの配置にしようとしたの？んで、まあでも前回よりはちょっと少なめなのかな。見ていきましょうか。さあ、まずはちょっとね、草系をね、買ったみたいなんですよね、この子。なんで草系をちょっと置いていきましょうかね。はい、こんな感じで。わー、草系っていうか、花って言った方がいいな。草じゃなくて。草はこういうもののこと言うよね。いや、こういうのってさ、結構玄関に置いときたいよね。あー、でもこっちがいいのかな。いや、待って、これこだわり出ちゃうんですよね、いきなり。いや、もうね、考察しようと思ったんだけど、俺できないわ、これ。このゲーム。難しい、意外と。だって今回引っ越ししてないじゃん。それも謎なんだよね。なんでかわかんないんだよね。さあ見ていきま、あー、久々見た。待って。これさ、段ボール変わってるじゃん。これこれこれ。え、これ何の段ボールだっけ？これ引っ越ししてきた時の段ボールだっけ？え？これ。あ、わかったかも俺。この家に誰かが引っ越してきたんだ。多分、この主人公ではない誰かが引っ越してきて、一緒に住もうみたいな感じじゃない？これ。いや、そうかもしんない。え、俺は冴えてんな、頭。朝からなのに。朝からアンパッキングやってんのに。え、ジョーロ来ましたね。初めてのあれが来ましたね。初めての使いが。初めてのポットが来まして、ポットどこ置くのが正解なんだろうね。わかんないね。あー、スプレーね。これ、霧吹きみたいなやつかな。霧吹きってさ、使う？あ、水やりの時に使うのか。だったらこの辺かな。まあ今回もサクサク見ていきましょうか。こちらは、あ、ひな人形か。ひな人形じゃないな。顔色の悪い一寸帽子みたいな。顔色の非常に悪い一寸帽子出てきましたね。とりあえず。あー、ここもありだけど、色あせそうだな。あと、ここが閉められないんだよね。ここに置いたら。邪魔くせよって言って捨てられそう。だから、この辺に置くのもありかな。いや。うわあ、どうしよっかな。でも上の方置いときたいかもあるんだよね。こういうのって。こことかもあり、意外と。いやあ、よくないか。いやあ、この辺かな。いやあ、なんかこだわり出るけど、この辺かな。なにこれ、ポスターか。ポスターどういうものにもよるけどね。どこに貼れる系のポスター。何？なんかすごいロック。すごいロックなの出てきたんだけど。一寸帽子からの、顔色の悪い一寸帽子からの、めちゃめちゃなんかロックなの出てきたけど。アンティヒーロー。セアソク2ってことは1があるのか。これがありますね。これはどうしましょうか。ここら辺貼りたいな。ここら辺にしときます。はい。ここら辺あります。さあ、見ていきましょうか。え、なにこれ、オレンジ出てきたよ。え、オレンジ出てきた。え、これなんだろう。え、これコースターじゃないよね。え、でも、音は果実っぽいわ。え、これなんだろう。え、あ、わかったわかったわかった。俺わかった。これね、ドリンクが出てきて、そこに刺すんじゃない？うわ、冴えてんな、俺。コースターじゃないよね、明らかに。そんな騙し打ちはないよね。あ、でも待って。ライムみたいな出てきた。え、コースターの可能性ある？これ何これ、闇の本出てきたんだけど、何これ。あ、何これ。え、夜遊びの怪物みたいな本出てきた。夜遊びの怪物の本みたいな出てきたよ。もう表現が意味わからん。表現が意味わからんけど、とりあえずここ重ねます。これ多分ゲーム機ですね。ゲーム機なわけない。ゲームソフトだね。見ていきましょうか。こちらは何でしょうかね。一個一個見ていきたいんだよね、俺。
もうごちゃごちゃしてて何もわからん、何もわからん、本当に何これ、マジで。え、わかる人いる？なんかカバにしか見えない、なんか悪魔のカバみたいな感じかな。はい、とりあえず多分ゲームソフトなんで置いときまして、あ、なんか出てきたな。グレープフルーツ、ライム、オレンジみたいなやつかな。俺グレープフルーツアレルギー出てるんだけど、グレープフルーツ食べても何もないんだよね。どういうことって感じなんだけど、これはなんだ。あー、これゴジラみたいなやつかな。ゴジラゲーム、ゴジラゲームって意味わからんけど、はい、見ていきましょう。こちらもゲームですね。ここら辺置いてったらいいかな。あー、なにこれ、泥棒系のゲームっぽいね。猿の惑星みたいな感じかな。全然知らんけど、猿の惑星ってそもそもなんなん。次見ていきましょう。いろいろゲーム持ってんな。いや、なんか楽しそう、これ。永遠の消防隊みたいな。永遠の消防隊。そもそもゲームあるの？あのアニメの。永遠の消防隊出てきたな。はい、積み重ねてって。これ横にしたいな。これ。あ、でもさ、あえてさ、こう並べずにさ、こういう感じで置いてるのもいいよね。こういう感じで。わかる？言いたいこと。あえてこの辺に並べずに、このゲームソフトはこういう感じで並べてるみたいな。あー、意外といいな。怖っ。怖っ。ホラーゲームやってんの俺。なんか、やばいの出てきたみんな。ねえ、これやばいの出てきたよ。なんかドラゴンボールの緑色のキャラクターみたいな出てきたんだけどね。ねえ、やめて。これ、明らかに浮いてるってここに。あ、植物かわいいってなってこれ置いてあったらみんなびっくりするから。この目玉の部分何かじってですかとか言われないかな。ほんと怖いんだけど。これ怖すぎ。どういう趣味してんの？置きたくねえんだけど。ここ貸して。怖いわね。何これ。あ、これトイストーリー。あ、永遠の消防隊の煙バージョンみたいな。火の上がった煙バージョンの永遠の消防隊みたいな。もう意味がわからない。もう言ってることもよくわかりません。続いてこちら、何でしょうかね。見ていきましょうか。あー、これはなんだろうね。なんか、あれだね、ウェディングみたいな感じかな。ほんわかしたゲームっぽそうだね。面白そう。こういうほんわかしたゲームもね。アンパッキングのさ、パッケージの出てきても面白いよね。ちょっとごめんね。こちら、バケツですね。バケツだよね、これ。ポットか。ポットなんで、草が出てくんのかな、もしかしたら。これ、これなんか、あー、さすがに無理か。くそ、マジか。入れれたらよかったんだけどな。続いて見ていきましょうか。あ、また出てきた。これ上重ねられるね。これはなんだ、容器かな、予備の容器かな。あ、なにこれ、これ何。あ、肥料じゃない、これ肥料をさ、この中に入れられたりしないかな。ちょっとやってみていい、肥料を。あ、無理っぽそうだ。だったら肥料ってさ、なんか目立つとこ置きたくないよね。やっぱこの辺になるのかな。んで、オッケー、いいんじゃないこれ。あ、よくないよくない、結構。よし。あ、また出てきた。マリオの土管。で、見ていきましょう。あ、レモンが出てきた。これ何なんだろうね。これあれかな、マグネットか何かなのかな。あ、終わったね。一箱目。さあ、小さい箱見ていこうか。ガンガン行こう、ガンガン。何これは。これは何ですか、これは。あ、なん、開いた。え、これ何、紫に金に黒。わからん新種のソフトクリームか何かかな。これ花？なんか可動式の花みたいな。可動式花まあ花だと思ってこの辺に置きます。花だと思ってね。おっと、なんだこれは、なんだこれ、なんかかっこいいの出てきたね。え、これ何、わかる人いる、これ。なんか前売り券、前売り券かな。プレミアのついた前売り券みたいな感じかなプレミア品の前売り券みたいな感じ。結構でもおしゃれだね、こういう感じで。いや、なんかセンスあるんじゃないこれ。割と花をね、横にこう置いて、いや、花置くだけで結構変わるね、雰囲気が。あ、出てきた、なんか新しい、かわいい謎のものが出てきましたね。これも多分可動式。ああ、可動式ですね。こちらも中からなんかね、いちごジャムみたいに出てきて、可愛いんだけどさ、この、なんつうの、置物も。でもなんか何かわかんないからさ、多分花なんだけど、これ何？え、なんかすげえ、俺さ、花、そこまで詳しいわけじゃないんだけどさ、めっちゃ詳しいわけじゃないから、ほどほどに詳しいんだけど、全然わかんない、これ。これは何？
症状か変わった症状だけどなんかあのえこれないもうわかんないのがいっぱい出てくるからさ、こういうのってどこ置くのが正解なんだろうね。うわーでもここ置いたらぶっ壊れちゃうよね。いやー見えづらいな、ここだと。どうしようかな、この辺置く。症状系はやっぱ下の方置いた方がいいかな。ここ置きたかったけどね。でも花がね、せっかくね草たちがここら辺にあるから。いやこうしよう、こうでいいじゃん、こうで。かっこいいかっこいい。これ何？アルバム？あーえ？アルプスの少女ハイジみたいな感じかな。アルプスの少女ハイジが出てきたんで、多分ここら辺に並べるんだろうな、本系を。ほら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 、やっぱり。ちょっと見ていこうか。何これ、何これもうわからん。納豆みたいな、納豆みたいな出てきた。納豆物語、納豆物語が出てきましたね。こちらは、あ、待って、こちらもち巾着物語ですね。こちらもち巾着物語の本となっております。あ、出てきた、これ可動式の花。パカーンってやっぱ開いた方が毒っぽいんだけどなんか色合いが結構紫寄りだね。結構暗めが好きなのかな。ほらでもさ、花とかもさ、あれじゃない、結構その赤とかさ紫とかそれ寄りだよね。だからこの色系が好きなのかな。これはなんか、あ、待って、これ動画用の本じゃない、編集の技術みたいな。太すぎんこれ編集の技術の本じゃんこれ。 YouTuber にはめっちゃ最高だね。とりあえず置いといて、さあ見ていこうか。なにゴールドの本出てきた。これ100億年前の本みたいな。なんか豪華じゃない、めちゃめちゃ豪華じゃない。アヌビスの本みたいに出てきたね。結構好きかもこういうの。はい、昔ながらっぽいね、金色の。はい、終わりましたね。いやー意外とねすっきりしないね部屋が全然すっきりしない。もうこいつだけよちょっとね、やばいの、こいつがやばいの本当に早く処理したいな。さあ見ていきましょうか。一番でかい箱ですね。あ、これはパソコンじゃないか。あ、パソコンだ、パソコンだ。どこのメーカーだろうこれ、なんかよくわかんないメーカー。でかくない、でかくないでかいパソコン出てきたな。これは、あ、クッションだ。まあ、クッションはね、なんかもうなんかちょっと独特な、なんかアジアみたいな、アジア風クッションみたいに出てきたね。またアジア風クッション好きすぎんこの人。どうしよう、こっちにも分け与えてあげようと。ん、マットだ、マット。マットってどっか敷けるかなこれ。あ、無理なのかな。あ、無理っぽそうだね。で待って、これ掛け布団か何かかな。なんだったらまあベッドの上置くのもありかななんて思ってるんですけど、この辺置いとく。こんな感じでいいかな、それだったら。いや邪魔になんないかな、いいか別に。よし、あ、また出てきましたゲーム機。怖っ。あ、これ永遠の消防隊じゃん。永遠の消防隊の毒バージョン。もう怒られそう、そろそろ。バカにすんなっつって。バカにしてないからね、本当に。俺ね、なんかもう、すべてにおいて尊敬の眼差しから入るんで、本当にね。バカにしてないんで大丈夫です。はい。勘違いしないでください。こちらは、ホラーですね。この口だろうね、これ。口。ここが口の、あんま怖くなさそう。ここが口の木みたいな、スカイツリーみたいな感じかな。とりあえず置いていきます。よし。お、傘出ましたね。なんかチャイナ風の傘出ましたね。とりあえず置きましょうかね。よし。おっと？おっと？なんかさ、昔ながらだから、なんか、おばあちゃんか誰かが来たのかな？なんか、20代がこう、来たようには思えないんだよね、この家に新しく。多分おばあちゃんか誰かが、ここちょっと、引っ越させてみたいな来たのかもしんないね。まあ、可能性としてはあるよね。草どうしようかな、ここ置くのありだけど、うわー、ここにする。いやでも本が傷んじゃう可能性あるな、これだと。なんで、うわー、ちょっといろいろ迷う、ちょっといろいろ迷うな、これ。こうします、こういう感じにします。よし。こちら本また来ましたね。あ、ドクロ、ドクロ、これはホラーの本ですね。おばあちゃんがホラーの本読むか、でも。おばあちゃんが
あ、死後の世界みたいなやつかな、これ。死後の世界の本かな。そういう感じ？また新しいの来ましたね。ちょっとおしゃれじゃない？何これ？おしゃれか？これ。ある意味おしゃれなのかもしれない。赤ずきんみたいなやつですね。悪魔の赤ずきん。あれですね、おそらく。狼に襲われるんじゃなくて、狼を襲う方の物語ですね、おそらく。赤ずきんが。続いてこちら。何でしょうかね。ワンピース？ワンピースのサンジのおでこだっけに書いてあるやつじゃない、これ。ほっぺただっけ、もう忘れたけど。あ、違うわ。このマークは確かにそうなんだけど、鉛筆で書いてるね、これ。なんだろう、これ、プラモデル？鉛筆のプラモデルみたいな。個性強すぎなの出てきたな。これどうしよっかな。こっちら辺置きたいよな、こういうのって。いや、でも置く場所がね、ちょっとね、もう、ないんだよね。ちょっとその辺が悲しい。いやー、下置く？いや、下置いとこか、一旦。一旦下置くしかないよね。結構ギュウギュウなんですよね、もう。こちらは、何でしょうか。怖っ。怖くね、これ。これ、くちばしで、目でしょ？これもプラモデルっぽいね。あ、書いてある、書いてある。ぬ、く、ら、ぬくら、な、う、れんす。ぬくら、ラウリンス。どういうこと？ぬくら、ラウリンスの、プラモデルですね。ありがとうございます。ぬくら、ラウリンスの、プラモデルゲットしました。あ、オッケー。とりあえず、こんな感じですね。まあ、これがちょっと気になるね、やっぱり。このコースターたち。コースターたちが結構気になる。コースターなのかもわかんないんだけどさ、正直。どういう感じで配置しようかなと。あ、待って、重ねられる。重ねるものもいいんだけど、でもなんか置いときたいんだよね、こうやって、個別で。わかる？こっちの方がなんか綺麗なんだよな。こういう感じで置いとく？もうよくわかんない配置だけど、とりあえずね、後からも変更できるんで。また、桜じゃねえや。草来ましたね。とりあえず草は、やっぱね、端っこに置きがちなんだよね、草って。草ってってなんか腐ってるみたいだけど、そういうことじゃなくて。どの辺置こうかな。ここ置いたらさ、足にこれがさ、折ってきてさ、痛えってなんないかな。めっちゃ綺麗なんだけどさ、ここに置くの。うわぁ、どうしよう。でもここかな、全面考えて。よーし、開いていきましょうか。こちらは何でしょうかね。あ、なんか筆系出てきたな。なんかお風呂場で開けるようなもんじゃないがで、ものが出てきたね。とりあえずペン系また出てきちゃったんで、これ倉庫にしまうものとかもさ、あれだよね。とりあえずこの辺置く？ペン系だもんね。一旦消しゴムとかもこっちに置いて、ペン系はここ、あ、結構良くない？いい感じ、いい感じ。よし、続いていきましょう。こちらはあれですね。洗顔ですね。洗顔クリーム、ゲットしたんで、ゲットしたって、ゲットしたわけじゃないか。この辺置く？なんか、間でから抜けそうなんだけど。大丈夫かな？これ違うよね。ここ置くもんじゃないよね。だから、この辺かな？よし。タイヤが出てきましたね。急に。クソちっちゃいタイヤみたいに出てきたね。あれかな？ワックスみたいなやつかな？ワックスだったら、ほら、俺がさ、入れたやつとかもさ、全部これ、その配置で入ってると思うんだよ、確か。多分ね。はい。入れて、続いては、目薬みたいなの出てきたんで、こちらはそうだな。これも、あ、ここら辺開けるんだった。いいね、いいね。で、この辺に置いて、で、蜂蜜レモンみたいなやつ、蜂蜜レモンみたいなやつを横に置いて、目薬横に置く。ちょっといいやつっぽいね、こっちの方が。こっちのやつより。んで、蜂蜜レモンここ置きます。オッケー、いいんじゃないでしょうかね。続いて見ていきましょう。ね、これ。赤いぞ。赤い歯ブラシ出てきたんだけど。これ、磨きすぎじゃない？大丈夫。1時間ぐらいずっと同じとこ磨いたらこうなりそう。大丈夫か、これ。これ、洗った方が良くない？これ歯ブラシじゃないの？あれ？あ、ほら、歯ブラシじゃない？これ、立てかけられた。赤い歯ブラシってもう、しかも洗ってないでしょ。汚くない？大丈夫か、あの歯ブラシ。こちら、何でしょうかね。何これ？何これ？もう究極的に謎なものが出てきたんだけど。もうわからない。音は？
アルミっぽい素材、アルミっぽい素材っぽいね。なんでこれでわかんの俺。アルミっぽい素材とかこのアンパッキングの音聞いただけでわかるってすごくない？あーなんか移動しちゃった。もうとりあえずさ、わかんない。わかんないんで、もうこっち。あれかな、なんか、あれかもしんない、あの、まつげ上にするやつかもしんない。違うかな、まつげ上にするやつ。もう名前がわかんないけど、それじゃない？これは？ジャム出てきましたね。ジャム。すごい色合いしてんな。薬物が入ってそうな色合いしてんな。とりあえずここに。色もやばいね、中に入ってる。紫色っていうか、ちょっと、茶色っぽい紫がかかってるよね。そうでもないか。色の感覚おかしいな、俺。とりあえず。あ、マット、マット、マットある。このブツブツマット気持ちいいよね。めちゃめちゃさ、なんかあの、ここ踏んだらさ、ムニーってなって結構好きなんだよね。でも結構劣化激しいんだよね。で、なんでこのマットですごい語ってんの、俺。この青いマットだけで結構語るっていうね。こちら、ジャムですね。青いジャム出てきましたね。あ、なんか待って。マイナスとプラスみたいなの書いてあるね。なんだろ、これ。いや、なんか謎なものが出てくるな。本当にさ、こういう家具に詳しい人だったらさ、あ、それ、あれだよとかわかるんだろうけどさ、俺わかんないんだよね。で、これもなんか謎なもん出てきて、クリーム系多いね。そろばん？あ、あ、これもあれかな？化粧品的なやつかな？可能性あるくない？だったらここに置くのってあんま良くないんじゃないかなと思ってしまうんだよね。あー、その可能性あるな。ワックスとかさ。ってことは、これを持ってるってことは、ま、男子も使ってる可能性全然あるんだけど、今の時代。でも、この時の多分年代見て、女性が来たんですよ。ちょっと若めのおばあちゃん。ちょっと若めのおばあちゃんが来たっていう設定でしてます。はい、俺の中で。これはすごいな。めちゃめちゃ高級な。なんか、シャンプーみたいに出てきたね。かっこいいな、あれ。金と黒で。あー、また違う。リンスとシャンプーみたいな感じかな。でもね、多分そういう感じだよね。いいな、こういうの欲しいな。なにこれ？なにこれ？あー、なんか、イチゴの香りする、ね、あの、シャンプーみたいな感じかな。草が下についてるけど、このイチゴ。だいぶ珍しいイチゴを採用してるんだね。このシャンプーは、おそらく。とりあえずここにいて、もう出ないでね。もう出ないでね。あー、オッケーオッケーオッケー。続いてこちら。イカそうめんですね。イカそうめんの、あの、匂いのする、あれですね。洗剤ですね。はい、絶対誰も買わない。よし、オッケー。とりあえず、二つ目終わりまして、続いて最後の見ていきましょうかね。わー、いっぱいあるなー。何が出てくるんだろう。こちらは、タオルですね。まあ、タオル系はね、下置きたいんで、俺。個人的には。おー、でかいの出た。でかいのは下だよね。やっぱさ、でかいの上に置かないよね、基本的に。基本的と、うん、やっぱりそうだよね。こんな感じ。なにこれ？ふわふわマットみたいな。トイレマットとして使う？これ。なんかでも不自然じゃないかな。大丈夫かな？この辺。うわぁ、どのマットに使おう。どのマットとして使おうかな。あの、さ、あの、なんだっけな。風呂出た後ってさ、こういうシートも置いてたりするじゃん。いや、どうしよう。あえてこっちで使うのもありなのかな。いや、でも使うとこあんまないな。なんで、こういう感じで使う？こういう感じにしときます。とりあえずトイレのマット。なんかずれてんだよね。なんかずれてんの気になるけど。まあ、とりあえずこんな感じで使うでしょう。あー、出た！このなんか、もしゃもしゃね。もしゃもしゃ。これなんなの？マジで。これな、なに？みんな教えてくんない？ちょっと。これなんか、なんなのかがちょっとわかんなくて、これ。マジでわかんないね、もしゃもしゃ。ほんとに。ワンピースのゴムゴムの実みたいなのあるしさ。こっちなんだろうね。何の実なんだろうね。とりあえず見ていきましょう。あ、ティッシュだ。何気に欲しいやつ。何気に欲しいやつね。ティッシュはやっぱここじゃない？作業的なもの？作業的に使うものだから。ね、トイレなんてティッシュいらないじゃん。トイレットペーパーで最悪噛んだらいいし。赤い口ですね。赤い口と緑のタヌキが出てきましたね。こちら。爪切りの横置く。いや、一番、あ、待って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 。一番下置くの、一番下置くのもありだよね。いや、どうしようかな。うわ、どうしようどうしようどうしよう。串でしょ？赤い串か。だったら、このコスメ系を、多分コスメだと思うんだけど、コスメ系をここに置いて、ワックスも、
ここに置く。あ、よくない？こっちの方がいい気がするな。よし、オッケー。よーし、来たんじゃないかな。割とこの辺もいい感じに並んでるし、結構いい感じなんだよな。うん、こんな感じに置いて、よし、続いて見ていきましょうか。あと何部屋だ？あ、ここないんだもんね。なんで、あと2部屋ぐらいかな。結構今回は、前回が多かったってのもあるのかな。家具が。この辺は、あ、ちょっと移動してるね。あ、2つになってる。これ1つだったよね、前回。パソコン、なんでこんなとこあんの？パソコンがすごいとこに、もう使わなくなったのかな。さあ、見ていきましょうか。だいぶぎゅうぎゅう詰めですね、これは。はい、見ていきます。照明ですね。まあ、明かり系はやっぱりこの辺に置きたくなります。はい、すごい柄すごい柄の出てきたな。これは人を選ぶデザインですね。これはね、めちゃめちゃ個性強めなんで、畳んでおきましょう。あ、こん中入れるのもありの、ありなのか。でもひとまずまあここら辺置いていい？一旦ね、ズボン、あ、でもズボン系だったらここ置くのもありか。あ、でもズボン、こっちも普通の黒いズボンだから、黒いズボンと、でもさ、こういうズボンっておばあちゃん履かないよね。誰が引っ越してきたの？花好きの若い人なのかな。でも一寸帽子、顔色の悪い一寸帽子というか持ってくるかな。その辺もちょっと分かんないんだよね。あ、でも人形とか出てきたらあれか。さすがにおばあちゃんってことはないのかな。なんか島次郎みたいな人形出てきたんだけど、ひとまずこの辺。はい。あー、すごい靴。これはおばあちゃん履かないね。こんな履いてるおばあちゃんいたらすごいわ。なんかかっこいいわ。かっこいいおばあちゃんだね。とりあえず、靴系はさ、ここら辺置きたいんだけど、でかすぎて、どうしようって感じになるんだけど。どうしようかな。なんか下に落ちてない？一旦さ、この辺置いていい？ちょっとわかんないから。なんか落ちてる。これ何これ？あー、ウクレレね。でもウクレレ系はそうですね。まあここら辺だよね、やっぱり。あんまりね、かける場所とか欲しいんだけどね。なんかスタンド買ってほしい、この子には。あ、またくっつきましたね。まあこの辺置いときましょう、一旦。ハンガーか。ハンガーね。ハンガーは普通に嬉しいですね。何かかけられるんで。すいません、なんか動画落ちました。動画の録画の機材が落ちちゃったんで、また再開します。なんか、これ大丈夫かな、これ。録画できてるといいんだけど、今までのデータ。まあとりあえずやっていきましょうか。こう落ちないよね。また落ちないように本当にやめてね。これアンパッキングの仕業か？これアンパッキングの仕業かもしんないけど、お腹割れてる。大丈夫かな？まあひとまず見ていきましょう。あー、なんか可愛いドレス着た。これ可愛いな。これ可愛いな。でもこういうのってさ、うわ、めっちゃ可愛いこれ。結構好きかもしんない。赤って結構さ、あれじゃん。なんか着づらい色ではあるじゃん。普段から。でもさ、これめっちゃ綺麗だわ。こういう人いたら、何ってなる。何あ、待って。もうおばあちゃん絶対こういうショートパンツ系履かない。俺結構好きだわ、これ。なんかさ、男子が履けないのが嫌だよね、これ。男子ってさ、これショートパンツ系履けないじゃん。ちょっと残念なんだよね、そこ俺。俺さ、なんか、俺が履いたらめっちゃ変になるしさ、俺が履いてもっていうか、男子が履いたら基本なんか変になっちゃうよね、どうしても。はい、なんかそこちょっと不公平なんだよね。もうなんかファッションに関してはね、俺なんか女性の方がちょっと有利だなとは。まあ体型とかにもよるんだけどね。うん、基本的にはでもなんか有利な気がするだけね、本当に。男子もいっぱいいい服あるから。とりあえず来ましたね。急に下着来ましたね。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、待って、閉まんない。ああ開けちゃった。とりあえず閉まっていきましょう。こちらぎゅうぎゅうだね。前回確かぎゅうぎゅうに詰めたんだけどな。わー、これは違うな。あ、違う。これはこの人の家の人のやつだから、あの、引っ越してきた人のは、ちゃんとそういう、分けといた方がいいよね。ハンガーまた来たな。一旦ちょっとここら辺置いていい？あー、拡大しちゃったな。あ、待って、ここ、こっち置いていいか。そのまま。よし、こんな感じで置こうか。続いて、あ、終わったね。下着1個出てきて終わった感じかな。よし、続いて見ていきましょう。草系ちょっと置かして。まず草系をさ、置きたいんだよね。いや、どの辺置こうかな。
こういうものに関してはこういう感じ、こういう感じの置くのありかな。なんかおかしいかな。あっちの辺置くのが正解か。こっちこっち、こっちにさ、なんか分けてさ、こう草置いてあったらさ、ちょっと不便な気がするんだよね、水やるときに。なんでこんな感じに置いて、なんかあんま花摘みすぎたらあれだね、お供えお供え物みたいになっちゃうけど、でもなんか綺麗だね、やっぱりこうやっていっぱい置いたら。ここ置けるんだっけな、どうだっけな、あんま覚えてないな。一旦この辺置く。これおかしいな、これ地べた置きたいな。こういう系はちょっと地べた置きたくなるんだよね俺。さあ見ていきましょうか。あ、かわいい、ウインナーみたいなウインナーみたいな形のがある。これは多分あれだね、学生、いや学生じゃないな、大人ですね。大人の女性が多分引っ越してきたっていう感じなのかな。さすがにおばあちゃんでもないよね。はい、とりあえずこの抱き枕、めちゃめちゃでかい抱き枕をどの辺置こうかな。すごい邪魔なとこ置こう、真ん中真ん中。あ、キャップだ、かわいい。何やらヒーロー、あ、あれじゃん、ポスターのあれだね、ポスターの広告のやつだ、あれ好きなんだね。なるほど。わあ、どうしよっかな。帽子系か、帽子系ちょっと困るんだよな。一旦ベッドに置いていい。続いて、おパンが来ましたんで来ましたんで、この辺にミッキーちゃんみたいな、ミッキーちゃんじゃない、ミニーちゃんみたいな色合いしてね。すごい独特。大丈夫これ、カビじゃないよねこれカビじゃないよね、それかチョコチップではないよね。もうすごいなんかセンスだね、すごいセンスだわ。続いて、あー同じ柄のこれ好きなのかな、お気に入りっぽいのかな。よし見ていきましょう。あー、これミニーちゃんね、ミニーちゃんが出てきて、あーこれもなんかこれ待って、なんか蚊がいる、待って、俺のリアルに蚊がいるんだけど、やめて、俺の血を吸わないで。さあとりあえずこの下着系も一旦入れます。おーっと、これはなんか新しいの来たな、なんかまっすぐになってるね、こういうあれもあるんだね、服もすごいまっすぐになってないこれ。こういうのもあるんだ、ほらやっぱりさ、やっぱりさ、男子とかってこんなん着れないじゃん明らかに着れないじゃん、基本男子って短パンかあれしかなくない、長ズボンしか。今なんてもう短パン履いたらダサいとか言われる時代だもんね。あー、とりあえず置いていきましょうかね。あ、待って、ひとまずでもさ、ある程度物を出すのが大事かな。キャップとかも多分こっちら辺に飾るから、ある程度出していこうかな。すごいな、すごい色の玉よく焼きしてんな。着色料どんだけ使ったんだろう。こちら、あ、これもあれだ、これもあれじゃない、あ、これだ。わー、なんかすごいね、なんかブランド物揃えてるみたいな、自分の好きな。はい、オッケー、来まして、どうしようかな、でかい箱真ん中行こう、真ん中。よし、続いて、ハンガー来ましたね。ハンガーか、ハンガーは嬉しいな、普通にハンガーあることによって、このエナナの上の服みたいな、エナナの上の服みたいなね、はい、置けるから、とりあえず置いてって。あー、かわいい服めっちゃ持ってるねこの子。すごいお金使ってんだろうな、ファッションにすごいお金使ってそうだね。水玉模様、うわー、あ、これ好き、いや、これ好きだわ、すごい。でも現代っぽいね、あとめちゃめちゃ好きですこの服。うわー、これめっちゃ好きだわ、ごめんなさい、これちょっと昇格です、こちらちょっと昇格します、すいません、俺の好みになるんですけど。いやー、もうこれはめっちゃ好きですね。みんなも好きじゃないこれ、黒とかだったらすごい好きじゃない、知らないけど、みんなの好み俺知らないから俺これめっちゃ好きだわ、これめっちゃ好きですね。今こういう服も多いよね。あ、ハンガー来たからこれちょっと置きます。でもさ、ブランド物の服、T シャツもシワになりやすいしな、素材にもよるんだけど、 T シャツ、あ、 T シャツでもないのか、ちょっとなんか袖が少ない T シャツかな、結構ピチピチの T シャツなんですね。T シャツでもないのか、タンクトップみたいな。あー、とりあえずんーでやって、いっぱいハンガー出ることによってこうやってかけられるから、個人的にはやっぱ嬉しいですね。ハンガー多すぎハンガーが圧倒的に多いな。もう一個欲しい。あー、何これ、盗聴器出てきた、みんなね、盗聴器出てきたんだけど、どういうこと。ひとまず
あ、入っちゃってんだもんね。盗聴器一旦この中入れたいけど。あ、ここら辺か。あ、こっちの引き出しとかもあり。ぶつかるのちょっと面白いな。ちょっとどけて。ちょっとどいて。んで、この辺に。リモコンってすぐ使えた方がいいよね。何のか知らないけど。だからこの辺でいいから。これ、電気つけられないもんね。よーし、続いてみ。また同じリモコン出たよ。え、これ何？これなんだろう？一個でよくない？これ。盗聴器もしまうわ、もう。ごめんなさい。盗聴器しまいます。何かわかんないんですいません。あー、また来ましたね。あ、これ同じ柄なんで、こういう感じで置いていきましょう。あ、また同じ柄。あ、これちょっと違うね。ちょっと濃いやつだね。めちゃめちゃ濃いな。てか、そもそもこれ俺なんだかもわかってないんだけどさ。そもそもね。そもそも俺これ何なのかもわかってないっていうのがね、現状なんですけど。はい、あー、これ同じやつか。同じやつなんで、これね、ちょっとチョコチップがある。こちら置いていきまして、ハンガーですね。ハンガーはそうだな、いっぱいあるから、もうガンガンかけていこうかな。よーし、でもちゃんとこうやってさ、ハンガーいっぱい持ってることによっていっぱいかけられるのいいね。さあ、見ていきましょう。あー、これも同じ。あ、同じやつ3つ持ってることあるんだ。こっちの人って持ってたっけな、同じやつ。持ってないよね。3つ同じの、めっちゃお気に入りなんだろうね、ほんと。ディズニーランドで買ったのかな。え、なにこれ？つなぎじゃないわ。何これ、上だけのやつ、出てきたね。うわ、これも可愛いな。でも、この素材的にさ、シワになりやすいっていうか、そもそもシワになってるタイプみたいな。シワになってるタイプって何？シワになってるタイプって何？服で。まあ、とりあえず、なんか、なんだろう、シワになっても大丈夫な服ってあるじゃん、素材的に。伝わる？ もうわかんねえや。とりあえず、なんかさ、素材的にさ、シワになりやすいとか、なりづらいとかあるじゃん。だからこれはちょっと俺はなりにくいと考えて、ハンガーが出ない限り、畳んで置いとこうかなと思います。あ、わー、これいいな。これ、つなぎ合わせられるもんね。いやー、いいですね。この辺も。うわー、素晴らしくいいですね。重ねときましょう。あー、いい。全部いい。全部いい。このひまわりっぽいのは大人っぽいね、かなり。で、あ、ちょっとデカめなんだ。うわ、すげえ、これ。わかる？このこだわり。このこだわりでわかる？アンパッキングの。このね、ちょっとね、はみ出てんの。いや、これが素晴らしくね、再現度が素晴らしいですね。本物の服っぽいんですよ。さあ、うわー、これはいいやつ、いいジャケットですね。いや、もうこれはってか 赤好きだな。赤好きだな、めちゃめちゃ。うわー、これかけときたい。これかけときたい。うわー、どうしよう。一旦畳んどきますよ、一旦。畳まなくてもいいのかな？畳む、違う、かけなくても大丈夫なのかな、これって。分厚いさ、コート系ってさ、畳んでもあんま後つきにくいよね。あ、豪華なの出てきたよ、豪華なの。豪華なの出てきて。これなんだろう。入れ物かな？入れ物系だったらこの辺置きたいな。わあ、いいな。いいっすね。わあ、どうしよう、どうしよう。ここ置くのもありなんだよな、割と。引き出し。なんか、秘密の引き出しみたいな感じで置いとくのもありだよね。うわー、どうしよっかな。困るな。こっち置くのもあ、でも、色合い的にはすげえ合うんだけど、なんか違うんだよな。どこら辺が一番合うかな。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あんまここ置きすぎも良くない気もするんで。やっぱここかな、一番現実的なのは。こう、秘密の引き出しみたいな。開けるとき、この机の下行かないといけないけど。普段あんまり使わないもので。あ、待って、これあれだ。機材とかさ、この中に入れて、いいじゃん。ケーブルとかこんな入ってるみたいな設定で。あ、めっちゃ良くない？それ。それだとさ、こうパソコンとか繋いでさ、できるじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。そういう設定するのもありだね、勝手に。勝手に よし、オッケー。ちょっと平べったいの見ていこうかな。なんだろうな。あ、ヘッドホン、絶対いいヘッドホンだ。米津玄師さんが持ってそうな、米津玄師さんが持ってそうなヘッドホン出てきましたね。
いやー、このヘッドホンキーはね、こっちあるんだよな。わー、どうしよう。わー、どうしよう。一旦ここ貸して、一旦ね。これ何？ポッキーみたいな。何これ？ポッキーじゃん、ガチで。縛った 縛ったポッキー入れてきたんだけど、長めの。縛ったポッキー入れてきた。でも、色合い似てるから、これのものの可能性あるから、ヘッドホンのね、ものの可能性あるから。うわ、なんだろう、音的には鉛筆っぽいんだけど、でも鉛筆ではなさそうなんで。鉛筆か？でも、先端がちょっと違う。本当にポッキー 本当にポッキーなんだけどね。本当にポッキー マジでわからんもん出てきた。どうしよう、これ。まあ、どうしよっかな。一旦さ、ヘッドホンのものだと仮定して、色合い的にここら辺置きます。よし、これはちょっと修正がいっぱい必要ですね。これはなんだ、温度計か何かかな。温度計ですね、おそらく。壁かけられたりするんじゃない？あ、しない？あ、しないのか。しないんだ。わあ、どうしようかな。わあ、どの辺置こう。一旦ベッドの上。困ったら一旦ベッドの上。下駄？下駄？あ、サンダルか。なんか、ちょっとおしゃれなサンダル出てきたな。昔のサンダルっぽいけど。靴だわ。靴。使った靴をベッドの上置くなっていうね。好きだな、この靴。なかなかね、ツルツルな感じで。いっぱいあるな、こんな感じでね。かわいい。中がふわふわ系のね。わー、いいっすね。夏き、これ履くとさ、もう最悪だよね。熱がこもりすぎて、本当に足がね、もう、ね、やばいことになりますね。さあ、続いて見ていきましょうかね。ああ、同じ靴ね。でも靴さ、置くところがもうあんまないからさ、ちょっと困るんだよね。この辺使わせていただくしかないよね。そうだよね。そんな感じになっちゃうよね。ああ、靴ね。はい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 、靴。もう全部靴、ベッドの上に置くっていうね。多分新品。でも新品っぽい気もしなくもないよね。そうでもないかな。わかんないけど。はい。とりあえず見ていきましょうか。ああ、待て。よし。行こうか。ああ、これはリュックですね。可愛いリュック。やっぱさ、絶対男子ではないんだよね。ものすごく変態っていうか、変態って言ったらあれだけど、ものすごい変わった男子だとこういう服も持ってるかもしれないけど、さすがにここまで、ねえ、男子って可能性はめっちゃ少ないんじゃないかな。でもアンパッキング、ゲームの世界観だとさ、その可能性もなくはないんだよね。女性だと思ってたら男性だったみたいな。そのパティもあり得るからな。ちょ、わかんないんですよね。あー、メモ帳か。メモ帳とかってさ、いいじゃん。待って、めっちゃよくない？これ。この辺にさ、ライトの横とかにさ、メモ帳。これメモ帳とか言ってた、数学のさ、掛け算 数学の掛け算とかどうしよう。1×1 は1みたいな感じのさ、数学の 計算するやつだったらどうしよう。九九覚えるやつね。これは？あ、ペンですね。I have a pen ですね。I have a pen は、引き出しかな？一旦引き出して。あー、ハンガー来たね。ハンガー来た。ハンガー来た。お、嬉しい。だってこれ服かけられるし、いいな。でもやっぱ、こうやってかけるのもありだな。よし、これにしとこうか。よし。うお 純粋にびっくりした。なんか、あれだね。これ、しましま系好きなのかな？この、ほら、これと似てない？色合いが。わあ、これシワになりやすいそうだな。もうシワになってない？そもそも。そもそもシワっぽくないか？昔から使ってたものなのかな？はい、見ていきましょうか。ああ、ハンガー来た。もうなんか、ここぞとばかりにめちゃめちゃハンガーが来るっていうね。一旦置いて、じゃあもう飾っていきましょうか。すごいなー、これ。いっぱいこうやってさ、飾れるの素晴らしいですね。こんな感じ。あ、待て。こんな感じで飾っていきつつ、ちょっと前の方出していこうか、これ。ここら辺からだよね。確か前回の人がこのオレンジぐらいまであったんで、ちょっと分けといた方がいいよね。よーし、見ていこうか。あ、またハンガー来たってことは、服が来る可能性はあるね。さあ、なんだ。おっと、これは、あんま見れなかった。ちょっと待って。わー、すごい。何この服。わー、変わった服持ってるね。
変わった服持ってるね。どういうことこれ。ちょっと待って待って待って、どういう状態これ、どういう状態これ、どういう状態なのこれ、どういう持ち方したらこうなるの。えこれ、ああさすがにね。ちょっとバグってたの面白いな。バグってたわけじゃないんだけど、ああジーパンね、ジーパン系はあっちですね。あこれ黒いあれですね、下着ですね。さあこんな感じ、あニット系のね、いっぱい服持ってるね。前回のこのさ、前回じゃねえや、ここにもともと住んでた子かなに関しては服も多かったんだけど、この子めちゃめちゃ多いね服が。グラデーションみたいなやつ出てきたな、すごいな、この色とすごいぴったり。すごい色合いの持ってんな。あーショートパンツね、いいなショートパンツ。あーこれね、ちょっとサンタみたいな、サンタみたいな色合いしてるね。さあこの辺置いて、オッケー、あちょうどじゃない、ちゃんと。下着のさ、数はさ統一してんの面白くない、ちゃんとちゃんとこのボックスに当てはまる数しか買わないみたいな、そこのセンス素晴らしいよね。はい、ありがとうございます。一旦だからさ、いっぱいこうやってあるわけじゃん。これパソコンとかもいらないのかな、いらないんだったらいいんだけどさ、まあ、とりあえずこの服系ってのはやっぱりさ、この辺りになってしまうのかね。この待って待って、あー待って待って、待ってね、これこれこれ、よしこれを入れ物の中入れて、ズボンとかもこの中入れます。まあこういう感じになっちゃうよね一旦は。でしまって、靴とかもでもさ、なるべく床に置いときたい感はあるんだけど、そうでも明らかに入んないのがあるんだよね、こういう感じでブーツが。これどういう感じで置くのが正解なんだろう。ここら辺、ここだとちょっと邪魔になりそうだもんね。こういう感じで置く、いやこういう感じなのかな、こういう感じかもね、もしかしたら。あちょっと待って。よしこんな感じにして、ちょっと隙間空いてる方がなんか綺麗に見えない、こんな感じでさ、若干この隙間、若干の隙間で、まあこれはこれで綺麗か。まあやり直せって言われたらね、やり直したらいいし、これもこれでまあありなのかなとも思いますね。よし、とりあえずこの帽子系どうしようかな。引き出し入れる、でもかっこいいからな、上に置いときたい感もあるんだよね。リュックは入れられない、これなんか温度計みたいなやつは、どうしよっかな。一旦これしまって、温度計どうしようかな、温度計この辺に置いとく、温度計だから、温度計なのかなこれ、何なのマジ。マジ謎なもん出てきたな、こういうものが一番困るんだよね。この辺かな、温度計で、リュック、続いてこっち見ていって、これもねこの人の服だから、この中とかに入れる、よしこの中に入れて、リュックも入るかな、あ入んないか、入んないんだったらこの辺に置かしてもらったらいいんじゃないかな。でこのカバン、このカバンも、あいいいいいい、なんか仲良しみたいな、仲良しみたいな感じで置いて、どうしようかな、抱き枕として置いときたいな、横にするのもあり。うわーどうしようどうしようどうしよう、これうわどうしよう、どっちに寝るかにもよるんだよね。だから抱き枕なのか何なのかも分かんないけど、ひとまずケロッピちゃんとかをこっちに置いて、この人はこっちで寝るっていう体にしようかな。アンパッキングと同じ向きで、こっち前の方がいいな。あれ置けない。あれ置けない。ここら辺置けないんだけど、どうして？なんか置けないね。謎いわちょっと。
わあ、どうしよっかな。これちょっと困るな。あ、待って。これもありじゃない？え、これ可愛くない？なに？あ、なんかゲットしたよ。虎となんか豚みたいな。え、これ、え、これめっちゃ可愛くない？え、これめっちゃ可愛い。でもこれ抱き枕として使いたいけど、一旦ここ貸して。うわ、めっちゃ可愛いわ、これ。え、これめっちゃいい、めっちゃいい、これ。え、めっちゃ良くない？これ。で、枕のダンス。枕ダンス。謎の枕ダンスね。はい。とりあえず見ていきましょうか。この辺とかも、特に変えるところっつったら、やっぱモニターとかかな。でも一旦あれか、段ボール開けた方がいいよね。一旦は。よし、植物系とかは、植物か。あ、でもこの辺、この辺と置いて大丈夫なんだっけ。でもさ、これ落ちた時にちょっと危ないよね。どうしよっかな。わー、草系か。あ、いいんじゃない？悪くないかな。草があった方がこういいよね。なんか新しいの追加されてる。このもしゃもしゃみたいな。プレートみたいに追加されてるね。よーし、見ていきましょうか。なんか出てきたな。え、これ何？鉄砲の弾とかじゃないよね。え、これなんだ？これ何これ？すごいの出てきたな。あ、あれだ、食器をこう、あれするやつだ。並べるやつだ。わあ、これってどういう感じで置く？めちゃめちゃかさばるね、これ。わあ、でも通気口のいいところじゃないとダメだから。この辺なるのかな？ちょっと邪魔くさい感じもするけどね。お、なにこれ？餅巾着。あ、これあれだ。小籠包入れる箱ですね。こんなのもあんの？めっちゃマニアックじゃない？小籠包入れるやつ。これ。この辺置くんだ、だったら。あ、また小籠包出てきた。小籠包多いなぁ。待って、小籠包。これ、あの、ピンポンってするやつじゃないよね。まさか。まさかそういうわけじゃないよね。わぁ、どうしよう。小籠包出てきたしなぁ。小籠包、じゃあさぁ。あ、待って。変えないで。小籠包一旦下置くのもありか、ほんだ。小籠包一旦上。あ、待って。俺、いいこと思いついた。これ、上に重ねられるんじゃない？完璧。完璧。よし。あ、小籠包ね。小籠包好きすぎん？小籠包好きすぎん？あ、蓋だ。小籠包の蓋出てきた。これなんだろう？弁当？弁当か。いや、でも、待って、中見る感じ。でも本当に小籠包入れるやつなんだよな。三段重ねの小籠包みたいな。どういう小籠包な？でもそういう形してるよね。あ、炊飯器。何気ねなかった炊飯器。結構昔のものっぽいね、この炊飯器は。高すぎるな、ここは。わー、どうしよう。キッチンに置くものなんだけど、でかすぎてちょっと置く場所がないんだよな。いや、この辺置く？なんか、ちょっと待ってね。この辺なんかなかった？蜂蜜みたいあるよね。あー、待って、なくなっちゃった。とりあえず、蜂蜜か。食材系一旦やっぱりさ、この辺に固めといて、炊飯器、すぐ使いたいからな。こことかにしとく？でもこっちの方がすっきりはするんだよな。ここと、床とさ、キッチンの高さってさ、そんな高くなさそうだじゃん。でもさ、一番この棚の上ってなるとさ、結構高い気もするんだよね。だからここ置くのが順当なんだけど。いやー、これは。あ、違う、でも。え？皿させないんだけど、これ。これさ、皿さしてさ、乾かすやつかと思ったらさせないわ。あれ？これなんだろう、ほんじゃ。全然わかんなくなったな。見ていきましょうか。コップですね。あ、でもなんか、あれですね。コップっつっても、いつものこのマグカップっていうわけじゃないから。どうしようかな。並べるこういう感じで。あーな、マグカップ出たね。あ、これあれじゃん。ロックな、ブランドのやつじゃないや。あ、それそれ、絶対そうだ。でもさ、同じ、なんつうんだろう。さすがにさ、これは一緒にして大丈夫だよね、コップ系は。さすがにそれはいいと踏んで、ちょっと同じとこに飾らせてもらおうかな。
あ、これはあれですね。大根スリスリじゃない？大根スリスリ出てきました。大根スリスリ出てきましたね。まあこういうのもまあよく使うとは思うけど、めっちゃ使うわけじゃないから、一旦この辺でいいかな。おっと、ウッディの頭みたいに出てきたね。ウッディの頭。ウッディの頭出てきたんで、一旦これもそうだな。めっちゃ使うものではなさそうなものっていうのは、この辺に置くのがありなのかなって俺的には思ってて。そう。そういう感じに思ってるんで。よし、こんな感じに置いて。よし、いいんじゃないかな。あ、醤油？オイスターソースみたいに出てきた。こういうのもあるんだ。いや、楽しいな。いろいろさ、見たことないものがさ、出てくるじゃん。これいいよね。キッチンペーパー、ここ、なんだ。わー、これ調味料だもんね、一応。あ、ここ行って大丈夫なんだ。だったら、ここ貸してもらうのもありかな。よし。タオルですね。タオル。タオル、ちょっと待って。床に一旦置いたタオル、置くね。話なんだけど、一旦ここは置かして。んで、これ、布巾的な感じで使えるもんね。おかしいかな。なんかおかしいかな。大丈夫かな。どうしよっかな。わー、どうしよう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 。これは困るな、結構。一旦置かして、ここに。あ、同じだ。でも、同じにする。いや、いいか。同じでもいいか。こんな感じで置いて、こっちに置くもの。ちょっと待ってね。お風呂場に置くのもありなのかな。あ、お風呂場もありなのか。わー、どうしましょうか。これ、お風呂場に置くやつだったらちょっと申し訳ないよね。でも、色合い的には付近だから、こっちの方が。わー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。予備として使うのかな。だったら、予備用の布巾なんだったら、これは別のところ置くのがいいよね。あ、でも入れられる場所がねえ。入れられる場所がねえ。俺なんか滑舌悪いのにさ、入れられるとかさ、なんかそう、出る系はさ、結構言えるんだよね。何の話してんの俺。何の話してんのって話だけど。一旦、ちょっとなんかアンパッキング重いな。俺のパソコンがやばいのかもしんない。わー、これはいろいろ。いろいろね、行ける場所があるんで。いや、でもさ、違和感ないっつったらここなんだよね、まだ、ちょっと。ここら辺置くのちょっとおかしいじゃん。でも置く場所がないしなーっていう。あ、これマグネットですね。新しいマグネット。待って。サンタスには俺のやつ、まだあったんだ。サンタスには1の。めちゃめちゃバカな回答してるやつ。で、あいおうみたいな感じの書いてあるね。どうしよう。ひまわり広告？これも遊びたいな、なんか。これ、なんか文字にできるのかな？待って、あいうえおだ、これ。あいうえおだから、これなんか並べたらさ、ステッカーとかもらえたりしないかな？あれ、ありそうじゃない？もらえないんかい。さあ、続いて見ていきましょう。これ何？これ、人参？サボテン。サボテンのやつ出てきたんだけど。わあ、でもなんか楽しいな、いろいろマグネット出てくんの。かわいいね。こういう感じにして。よし、いいんじゃないかな。植物系やっぱ好きなのかな。マグネットまで植物だから。これは？おう！おう！今、茶色いもん見えたと思ったら、やっぱそういうことだったんだね。なんか、茶色いもん見えたけど、まあ気のせいかって思ったのよ、俺。だ、もう、急にこういうの、なんでなんか花とかさ、すごい綺麗な？綺麗なものが好きなのかなと思いつつ、これだよ。なにこれ。もう良くないって。ここに置くよ。もうここに置かしてもらうよだったら。ここに置かして。もうダメでしょ、これね。これダメ。あ、待って。あ、重ねられるんだ、これ。重ねとくのもあり。あ、待って。これここに、あ、いけないのか。もう待って、これね。食欲失せるでしょ、こんなん貼ってやったら。処分だよ、処分。
もう処分だよ本当に。どういうことだマジで。もう何なのこれマジ本当に。ダメだって、ダメだって、もう良くないよ。もう良くないことしちゃってるけど俺。はい、茶色いもの立つハートはコアラということ。もう謎すぎる、謎すぎますけど、ひとまずひとまずね、この辺に置いて、はい、行きましょうか一旦ね。よし、こういう感じで飾って、星こんな感じで置いて、よし見ていきましょう。あ、これはおたま系ですね。おたまじゃくしなんで、この辺なかったっけ、おたまあったよね。わー並べたいな、これ並べたい、ごめんなさい、並べさせてください。めんどくさいかもしんないんですけど、並べ、あ待って、ここに行けるわ、だったらいいわ、ここで。この青色と赤色も並べたくてね。なにこれ、これなにこれ、よくわかんない。出た、よくわかんないやつ。な、なにこれマジ、手なんか手みたいなの出てきたんだけど、な、マジで謎、謎にも出てきたな。一旦置いとこうか。あ、ひまわりだ、あ、ひまわり、キモ、なんかキモくね。なんかこれ、目と鼻と、ねえ、あ、待って、これ、これ面白いこと考えた、みんな。ちょっと、ちょ、これ、これ、これ、もう口みたいになったの。これ、口で、鼻と目と、よくないこれ。これ。やっぱね、ゲームは遊ばないといけないよね。ゲームはやっぱ遊んで楽しいものだから、これ、めっちゃいいじゃん。これにしよう。これにしようと。で、よし、こんな感じに飾って、これよくない。遊び心すごいあるね。よーし、続いて、これは、魚の形したなんか、カレー入れるやつみたいな。尻尾のところとかもうめっちゃ使いづらそうだけど。はい、とりあえずこれとかも、変わったもん好きなんだね。なんか植物めっちゃ好きなのに魚介類のこういうの買ったりね、いろいろあるんだね。いやーすごい多趣味な方なんですね。あー、ここら辺置くのもありだな。いやーどうしよっかな。わあ、これいろいろね、アンパッキングいろいろできるんで結構困るんですよね。でコップがあんまり出てこなかったんで、ここに置いて、あ、いけない、わあ、どうしようどうしようどうしよう、ここ置く？でもここ綺麗だな。何かわかんないけどさ、この魚のやつ。でもここ置くのすごい綺麗なんですよね。一旦ここ貸して。あー、ワインだ。ワイン系かな？一旦ここ置いて、ジンジャーエールみたいな。タバスコかな？ほら、タバスコっぽいね。タバスコも一旦ここ置いて、調味料系やっぱね。あ、ケチャップだ。なんか、茶色い虫みたいな。茶色い虫みたいな。マークついてるケチャップですね。色大丈夫これ。なんか、ケチャップじゃないのかこれ。ケチャップじゃないわ。ちょ、瓶に入ってるわ。だいたい容器あれだもんね。プラスチックだもんね。あ、これじゃない、これのやつじゃない、あ、違う、なんですり鉢持ってんの、てか、なんですり鉢謎なもん持ってるな。なんかすごい特徴的なもの持ってるよね。この子。あの、引っ越してきた子。どういうことっていうもん持ってるじゃん。え、でもそんなすぐ使うもんじゃないからな、多分ね。あ、待って、ここ入れられんじゃない、うわ入んない、うわどうしよう、入んないんじゃないこれ、これ待って、ブラシのけたら入る、ブラシのけたら入るんだ、だったら入り、いやどうにか入れたい、オッケー、完璧、めっちゃいい、ちゃんと、あ、これ待って、あ、回転できないのね、よーし、はい、あー、ひまわり来ちゃった、三つ目になっちゃった。これひまわり三つなんだ。だったらやめる？まあ、動画で収めたしね。やめるか。じゃあ、ひまわり三つあるんで、四つ目来ないかな。あ、もう終わりだね。なんで、ひまわりめっちゃ好きなんで、どうしよっかな。この辺置いて、
ちょっとおかしいな。この辺、いや、上すぎる。うん、上すぎるな。なんかおかしいかな。いや、なんかちょっと違和感あるな。なんか違和感あるんだよね。うわー、ちょっとどうしよう。これ、いろいろね。これね、奇数っていうのがね、ちょっといやらしいよね。奇数っていうのが。うわー、いや、でもこう、こうがマシかな。一番。横に並べるのもありか。横にさ、こう。あ、これもありなんだよな。で、この辺置くとか。うわー、なんかおかしいかな。いやー、いや、これ、結構自然かもしんない。こっちがいいかも。よし、オッケー。ひとまず、やっぱふざけてるね、ここだけ。ひとまずこんな感じでいいかな。よし、な、何が間違ってるんでしょうかね。あ、付近だね、ここ。このエリアは付近と、あ、付近だけ、あ、これもか。これはどこら辺、あ、ここじゃないのか。え、これ、ちょっと困るな。いろいろ、いろいろちょっと、困るかもしんない。とりあえず、で、待って、あ、何がダメかちょっと確認しようか、先に。プラモデルと、ペンと、あ、これダメっぽいね、機材置くやつ。マジか。機材置くやつダメか。あ、ここはないのじゃない？ここないんじゃない？あ、ここ完璧っぽい。完璧の部屋とかあるんだ。完璧の部屋とかあるんだ。あ、ここも特にないっぽいぞ。キビーンとも行ってないしね。あー、この辺ね。あー、このゲーム機とかもダメっぽいんで。まあ、ひとまずカットしようかな。あ、なんかゲットした。あ、来た。ここに置くのか。こっちとかはダメなんだよね。なんかこの棚に置くのが正解みたいな感じで書いてあるんですよね。予備は、この辺？何のね、マットなのかちょっと俺分かんないんですよ、これ。多分付近なんですよね、買い替えの。なんで、なるべくね、これは、この、引き出しの中しまいたいんですけど、引き出しの中がもういっぱいなんですよね。うわぁ、どうしよう。いっか、もんじゃ、ここで。で、ここにしときます。はい。はい、できました。とりあえずね、全体の部屋見ていきましょうか。まず、草をここに置きまして、まあ、ここじゃないとダメって言われたんで、ここ置いて、プラモデルもね、この辺に置けってなったんで、まあ、この辺飾るのもおかしいと思ったんで、この上の方置いて、あと、このおじさんフィギュアは、謎のおじさんフィギュアは、ここに置きました。フィギュアシリーズとしてね。意外といい感じに飾れたんでね。ただ、これね、結構ね、後ろに置いちゃうと、あの後ろのものが見えなくなるんで、後ろに置かずにこんな感じで飾りました。結構いい感じじゃないかな。で、この辺ちょっと改良したのかな。横に並べたり、あとこの辺とかはそうですね、ゲーム機を、ゲームのソフトをね、こっちに置かないといけないって感じだったんで、こっちに置いて、ここの下は何もないって感じかな。この辺は終了で、こちらですね。こちらはあれだね、あのパソコンのとこにあった、パソコンの部屋にあった、あのペンらしきものはコスメのあのやつでした。すいません。よく見たらそうですね。なんで、それをこっちに置いて、引き出しとかは特にね、変わってない状態ですね。このよくわかんないものとかがおって、で、これ、薬。あとは、爪切り。といった感じですね。で、この辺も変わりはなく、といった感じですかね。この部屋は、あ、この中見てなかったね。このなんか、ビタミン D みたいなのここに置いて、あとはね、蜂蜜どもこうね、いろんなワックスたちをね、ここに置いてっていう感じですね。続いて見ていきましょう。この部屋ですね。こちらは、パソコンの部屋にあった、なんだっけね、こうタンスみたいなやつは、ここに置きました。ここだとね、あの、OK もらえたんで。じゃあ、まあ、靴のね、靴の手入れ用の道具として扱うようにしました。俺の中で。で、この引き出しの中とかはこんな感じですね。んで、この下の引き出しも、関係ないというか、あ、いつも通り、前と前回と同じ感じかな。続いてここ見ていきましょうか。ここも変わってはないかな。服めちゃめちゃ多いよね。で、帽子とかもね、あえてこの中入れずに上に置きました。そっちの方が綺麗なんでね。はい。で、こんな感じで置いて、まあ、引き出しの中を見ていこうかな。こんな感じでズボンを置いたりだとか。
で下着をねこの中入れて、はい、この子ちょっとちょっと下着の数少ないんですね。これほら3つしかないもん。はい、新しく買うのかな。まあ、とりあえずこんな感じで、続いてこちらですね。この辺ちょっとねバラバラしてたと思うんですけど最初ね、整えてこんな感じにしました。結構良くない？いい感じになったなと思うんだけど、結構ね、なんていうの、付箋とか貼ってたりして、結構アレンジ加えてんのよね、この意味わかんない動物たちもいて、グデ玉みたいなやついるし、青色のね。で、まあパソコンをこういう感じに置いて、名刺みたいなやつをここに置いてね、結構おしゃれじゃない、これ。で、ティッシュもすぐ取れる場所で、ライトもつけられる。で、ペン束は横に置いて、本とかはここら辺に置いたっていう感じですね。で、この本とかもちょっとまばらだったんで、並べてといった感じですね。あと、引き出しの中かな？引き出しの中、あ、関係ないか。特に、問題なく、いつも通り。で、ポスターここに貼ってますよ、といった感じで。最後、キッチンですね。キッチンもこの辺は変わってないですね。植物があったりして。冷蔵庫の周りも変わってなく、で、布巾をね、上に置きました。ちょっとこいつが一番難しかったです。で、なかなかね、OK もらえず、ここに置いたっていう感じですね。俺はなるべくね、布巾系はね、台替えは、この引き出しの中入れたいんですけど、引き出しの中がね、もう、パンパンなんですよ。あと、この木っぽい、よくわかんない、銃弾銃弾みたいなやつも引き出し入れたら OK もらえたんで、ここ入れました。はい、掃除用具セットと一緒に入れて、ここもぎゅうぎゅう詰めですね。はい。で、こことかも、あ、待って。この辺も変わりはなく、あ、ラップがね、このね、こっちのね、タンスにあったんで、それをこっちに入れました。なんであんなとこにあったんだっていう話だけど。いたずらでもされたのかな。はい、まあこんな感じですね。やっぱこの部屋綺麗だね。なんかお外でなんかランチするみたいなレベルですごい綺麗な椅子使ってるし。はい、まあこんな感じですね。いやー、どこで写真撮ろう。全部いいんだよな。全部の部屋めっちゃいい感じにできたから。いや、でもここかな。いや、ここにしようかな。ここで OK もらいたいな。で、こっちで、あえてこうするのもありだけど。タンスね。帽子見えてるのかっこいいな。どうしよう。こんな感じにします。ここで写真撮ります。ありがとうございます。いやー、疲れた。1時間30分くらいかかりましたね。あ、なにこれ？絆みたいな。あ、やっぱり二人暮らしだったんじゃない？ステッカーもらえたってことは。タンスが広々して最高。新しく買ったってことかな？タンスをね。そういうことだね。居候してきた人の感想かな？もしかしたら。よーし。次、何年になるんだ？今年じゃないわ。今回何年だったんだろう。次回、あ、18年だ。うわー、なんだこれ！え？宝くじ当たったガチで。やばい、やばい家来たな。え、これ最後の家かなもしかして。どうなんだろう、ちょっと待って、待って、構造が気になる、構造が。待って、構造が。どのボタンだっけ。普段から使わないからわかんない。これか。あ、2階とか。なるほど、2階だから上にこうやって上がんだ。うわ、待って、すごいぞ、これは。次回ラストになるのかな。うわー、綺麗な、うわー、綺麗な。二人暮らしだね。二つ、あれがある、頭があるか。頭があるって言い方あれだけど。うわー、綺麗な、こういう部屋住みたいな、俺も。うわー、すげえ。なんだこれ。めっちゃ綺麗。ベビーのやつじゃないこれ、ベビーの。ベイビー、エンビーベイビーの。MB ベイビーは関係ないけど。うわー、トイレ、あ、トイレ狭いけど、綺麗、めっちゃ。うわー、待って。めっちゃ部屋あるぞ、みんな。うわー、次回めちゃめちゃ部屋ありますね。これめっちゃ時間かかりそうな気はする。うおー、すごい荷物。二人分だね、おそらく、これは。はい。うわー、綺麗。めちゃめちゃ綺麗。はい、こんな感じみたいですね。何部屋あるこれ、次回。5部屋 ?6 部屋あるね。うわー、すさまじいね、数ですけど。次回ラストになるのかな？まあ、ラストになるかはちょっと調べとこうかな。はい、そんな感じですね。次回もすごい楽しみなんで、まあ、時間空くと思いますが、動画投稿した時はぜひ見てください。あのさ、これベイビーベッドあるんだけどさ、赤ちゃんじゃなくてアンパッキング入れてみようかな。